A 様こんにちは、みやこです。本日はありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。まずご相談内容を聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、今やられているビジネスがうまくいかないということですね。うまくいかないというのは本当におつらいですよね。おそらくやりたいという気持ちで始められたのでしょうから。では本日はどのようなことからリーディングされますか。はい、今のビジネスを続けていってもいいものなのか、うまく進めるためにはどうしたらよいのかですね。では見ていきますね。少々お待ちください。お待たせいたしました。 A 様は何のためにその仕事をやっているの？というメッセージが来ておりますね。何のために今のビジネスをやっておられますか？それをはっきりとお答えできますでしょうか？もしかするとそのあたりがあやふやなので、今の状態、今のビジネスがうまくいかないのかもしれません。多くのビジネスをうまくいかせるためには、これは必要なことだと思います。多くのうまくいっている方々はその辺が常にはっきりしております。そこを求めて前に進んでおられます。例えばお客様の笑顔のためにであったりとか、お客様にお腹いっぱい食べてほしいだったりとか、ビジネスにはそのような何のためにという部分が必ず必要になってくるのです。もし A 様が何のためにがちゃんと分かった時に、その時に初めてうまくいかない歯車が噛み合い、うまく進み始めるというようなことの、その A 様の姿が今、私の方では見えております。なので今一度何のためにそのビジネスをするのかという、その根幹の部分を、掴んでみてください。ではそれから先、うまく進めるためにはどうしたらよいのかということですね。ではそこをまた具体的に見ていきましょう。